のぶき、アデーナコロンヒマラヤカムエッジは、は、菊花科の総本。葉が吹きにやや似ていて、地味な花を咲かせ、粘り、横に葉う地下茎のある多年生総本。茎は立ち上がって高さ60から100センチメートルに達する。髪型では分子して、柄のある、船体がある。葉は、茎の基部に集まって生じ。 傭兵が長さ10から20センチメートル。傭身は長さ7から13センチメートル。幅は11から22センチメートル。傭身は三角上芯型で、やや吹きの葉に似ているが、傭兵には翼がある。また、葉裏には白い綿毛が密生する。花期は8から10月。茎の先端に塩水過剰生じる。双方辺は5から7個あり。 長さ2 5ト、mm、ル、幅5ト、mm、ルで半球形。頭花のメ5ト、mm、ル。この属では頭花を構成する小花のうち外側には雌花が並び、内側には両性花が並ぶ。雌花は結実するが両性花は不念である。雌花は周囲に7から11個あり、その果敢は長さ1 5ト、mm、ル、交渉形で4から5列しており。 大火した薬がある。両性花は内側に7から18個あって、果敢は白く、筒状で、長さ 2mm、五列して裂片は、長さ 1mm。痩せ花は、長さ6から 7mm、梱包状で、先端付近には、柄のある、船体が多くあり、他物に粘りつく。また、痩せ花が熟すると互いに間を空けるように広がる。ちなみに、蒸気のように、 両性花は果実を形成しないので、果実は頭花の外側に輪の形に並び、中央に空白ができる。痩せは人や動物に粘着して散布される和名は、の木であり、葉の形が吹きに似ることによる。なお、牧野は本種に当てられる感名として、お詳細を挙げつつ、それを誤りとしている。日本では、北海道から九州までに分布し、 国外では、南千島、朝鮮、中国、ヒマラヤに分布する。山陰や谷間に生える。登山路、山道沿いによく見かけるが、これは、登山や山歩きの人間に付着して種子が散布された、結果と思われる。本属には世界に四種があるが、日本に産するのは、本種のみであり、あとの三種は、南北アメリカ産である。なお、本種は、葉の形が吹きに似るが、 吹きと和族が異なる。しかしながら、花の細部の構造において両者は似ており、属レベルで禁煙だという説もある。以下、記載は、主として、佐竹ほか、P188 佐竹ほか、P187 北村ほか、P67 小山、P157 小山、P157 牧の、P638 佐竹ほか、P188 牧の、 P638 小山、P157 佐竹ほか、P188、ありがとうございます。